本日はですね、兵庫県にございます PSA ビクトリースロット館さんで立ち回らせていただきたいと思います。本日の抽選人数が約80名ほどの中で私が21番、まあいいかなといったところでございます。で、立ち回りに関しましては、今回もですね、6台前後の高設定の並びの箇所が、この頃さんだと3箇所以上あるんじゃないかなと予想してますので、そうですね、狙いとしては、並びを意識した、立ち回りしていきたいかなと思っております。で、過去の傾向からですね、毎回、ジャグラーコーナーには騎手またぎで、並びを作ることが多いです。特にですね、マイジャグラーを起点にしながら、隣にある騎手ですね、今だとアイムジャグラーがあるんですけども、2列あるのでそこが一番作りやすいかなと思うんですけども、そのマイジャグラーだけではなくファンキーのみだったりとか、もちろん違う機種で並びを作る可能性もあるかなと思っております。あとはですね、他に明確な狙いどころっていうのは結構前だとあったんですけども、最近だと毎回バラエティコーナーに作ってたのが作らなくなったりとか、傾向が結構変わっておりまして、それでもバラエティコーナーや、あとは寝台、あと 6.5 号機ですね、あとはスマスロコーナーには、毎回並びを作ってるかなといったところなので、自分の番号が21番なので、まず行かないといけないところはジャグラーコーナーかなと思いますので、できたらマイジャグラーですね、のまたぎをアイムジャグラー、どちらかを取りたいかなと思っております。おはようございます、お願いします。皆さん、多分マイジャグの方行ってると思うんですけど、永遠がなんか人気ですね、すごく。で、北斗ちょこちょこ、あとはマイジャグラーと起点になる、そうですね、ここ行きてんだよな。前回この背面です、後ろでマイジャグラー5とアイム作ったんですけど、ここ行きましょうか。じゃあ前回3台と3台だったんですよ、アイムジャグラーとマイジャグラーで逆側背面ですね。で、今回先に埋まってたのはこっち側です。やっぱ常連さんの考え方が、前回もそうだったんですけど、多分一緒の部分が多いので、とりあえずアイムジャグラーから行きたいかなと思います。かれこれこのおろさんは結構な年月、2年ぐらいかな、2年ぐらいは通わせてもらってるんですけど、前はすごい簡単だったんですよね。マイジャグラーにしか並び作んなくて、で、必ず、2列あるんですけど、やってない方に作るっていう、そういう傾向が1年ぐらい続いたんですけど、いつからか変わりまして、そこから騎手またぎになりましたね。ほぼマイジャグラーだけで並びを作ることはもうないです。ですが今回あるかもしれないですけど、この1年間ないですねっていう感じになってますんで。で、あと注目するべきところはアイムジャグラーと多分こうゴーゴージャグラーって機械より低いじゃないですか。そういうところには並べないですね。悪い杭のとちょっと高めで騎手またぎをするっていうのが今までなので、多分ゴーゴージャグラー、早めにアイムジャグラーとゴーゴージャグラーあるんですけど、そこでは多分作らないと思います。作るんだったらゴーゴージャグラー3とハッピーっていう形でやることが、この1年間での流れですね。自分としてはアイムジャグラーを朝一から狙うっていうことはほぼしないんですけど、
やっぱこのホールさんというか、まあ傾向、まあ、やっぱ強いところだったら、まあここじゃないと今もうマイジャグラー埋まってたんで、もう抑えるしかないかなっていう。でジャグラーコーナーが唯一明確に毎回並びを作るっていうところを考えたら、まあ朝一のチャレンジとしてもね、まあここにいないとツモリスがもう大幅にダウンしちゃうんで、でまあ今日予想として多分ここら辺はかなりいい場所を取れてるんで、まあそのままねちゃんとレギュラーが伴ってくれれば嬉しいんですけど、ちょっと一回見ましょうか。まあ今170ぐらい回しましたけど、ちょっと一回あのバラエティコーナーとか見に行きます。ちょっともう回しながら逐一見て、回しながら逐一見てを繰り返さないともう出遅れるでしょうね今日は。多分肛門茶碗とか打たれてるんですけど、共通ベルをちゃんと測ってるんで、多分あの人がずっと続けてたら多分もう茶碗は当たりっすね。茶碗は結構簡単なんで、ちょっと今ホール回ってきて入りたいところが一箇所あったんですけど、まだジャグラーも正直わからないっていうところもありまして、もう1台しか空いてなかったんですけど、ちょっと怪しいところ、バラエティコーナーで先ほどアリアが2周期目で AT 入っていて、で、まあ、2台空いてたんですけど、でその左にコウモチャマカスがあるんですよ。で、まあ、ちゃんと共通ベル測られてたんで、あれは多分1000ゲームぐらいでよしあし分かると思うんですよ。まあ、なんかいろいろ考えたら、あ、左の方やめられましたね。まあ、330ちょっと早いような気がするんですけど、その左の、まあ、アイムまだ正直まあ全然回ってないんで分かんないですけど、まあ、150分の1で1の1で、その左の前ジャグラー2の2、まあ、多分かなりいいですね。でその左が一応レギュラーは1回当たってるんで、まだここでいいのかなって感じですかね、どちらかといえば。というか左に移動しましょうか。今日の予想としてはマイジャグラーが起点になってるんで、絶対に右にずれるよりかは左にずれた方がいいはずなんですよ。これ打つんだったら左行きます。僕左に移動しますね。はい、改めて私が打っていた左隣ですね。338回転でノーボーナスでやめていきました。また、まあ、ボーナスブドウが悪かったんじゃないかなと思います。まあ、ですがまだまだ全然わからないと思うんで、でマイジャグラーがレギュラーが、まあ、朝一だとあんまり変わらないんですけど、ちゃんとついてきているっていうところも踏まえて、もうちょっと様子見ながらこのアイムジャグラーを打っていこうかなと思います。おお、打った、驚きました。433ゲームですね。打ち出しこの台で100回転ぐらい、投資7本、チェリーチョークのレギュラースタートはレギュラーでございました。すごいですね。まあ打って離れて打って離れて、まあ僕もそうなんですけど多いですね、そういう方たちが。まあもちろんホールルールとしてね、そんな長時間というかでは剣が回れないんで、まあ数十秒1分ぐらいでね、また戻ってきて打ってるって形なんですけど、はい、70回転単独ですね。ビッグボーナス71回転になりました。おお、ビット151回転単独のレギュラー持ちメダルです。ボージャグとハッピーのところまたまだ稼働があって満台になりましたね。1回ハッピーの真ん中が空いてたんで、ちょっと可能性は若干あったんですけどね、どうなんでしょうか、まだ分かんないですね。この周辺も全然悪くはないですし、まあめちゃめちゃいいわけではないですけど悪くはないって感じですかね。まあ移動できるような状況じゃないですね。まあ先ほどすごい、まあ、移動してもいいかなみたいな場所があったんで、 AT 機そこがね、これが当たりじゃなくてそこが当たりだったらちょっと悔しい感じになるんですけど、まあ現状まだまだ全然ここもね可能性があるので、はい、82回転単独のビッグボーナス。
はい、7ゲーム連ビッグボーナス。そうですね、僕の代、まあ自身打ってる、ボーナス確率はめちゃめちゃいいんですけど、まあ、前任者の方と合わせて、まあ、それで170と、まあ、比較的ボーナス確率悪いんですけど、その他の、まあ、この周りのまあ6台だろうなっていうところはもうめちゃくちゃいいですね。ガスさん結構素直にボーナスが当たってますね。今自身の代は前任者の方と合わせて、まあ、1000回転ぐらいですけど、でビッグさんのレギュラー2と、まあ、すごく悪いですけどね、まあ、全然周りの状況で打ち込めますね。もう、まあ、安心ですよ今のところは。まあ、この先、まあ、周りの状況挙動が悪くなってくる可能性もありますので、まあ、そうなったらね僕も確率が上がらない限りはやめますけど、いやもう本当にプライベートだったらね、結構まあよっぽど単品で傾向がそんなにないんだったら、まあほぼやめるでしょうからこの確率は。まあ、これが並びとか前代系で見るジャグラーの強みですよね。301回転単独です。単独のレギュラー今3の3、まあ、ブドウは若干いかなぐらいなんであれなんですけどね。いやまあまあまあ周りがいいんで全然打てるんですけど、まあこれがどうなるかって話ですよね。ちょっと貸し出しをしてしまいました。まだメダルが5枚ぐらいあったんですけど、ね、すいません。あ、ちょうど当たりました、よかった。261回転単独のビッグボーナス、総投資が8本になります。で今現状の僕の周りのボーナス確率なんですけども、マイジャグラーの38番台が、4の9ですね。で75分の1すごいですね。でその右の方が6の6で、これも多分80何分の1とかですね今、はい、85分の1で、アイムジャグラーまたいでアイムジャグラーが1200ぐらいで、まあ、1300弱で7の6 98分の1もすごいです。もうぶっ飛んでおります。で、まあ、僕の台が、まあ、まず一番ガスさんとしては悪いんですけどもね、1300ぐらいで4の3、まあ、180、まあまあ全然全然で、その右が若干今はまっちゃって1100で162分の1って感じですね。でその右のアイム多分ここまでなんですけど、1300で5の5っていう形ですね。多分ここがもうかなり濃いのかなっていう状況なんですけども、アイムの今この3台だけが合算若干ですよ、若干追いついてないので、まあこの後の状況次第かなといったところでございます。他のジャグラーコーナーに関しては多分、まあ合算が良さそうな台もあるんですけども、並んでるかっていうところは、うん、まあ先ほどの55ジャグラー3とハッピーのところはないのかなと。そんなに、まあ、そこよりかはやっぱ先ほどからお伝えしているここの方がやっぱり強いのかなっていう感じですかね。やっと当たりましたね。337回転チェリーチョークのビッグボーナス、総投資が12本。よし、今日初めてですね、9回目で最告知チェリーチョーク、チェリーチョークのビッグボーナスが2度目。よし、23ゲーム早い。単独のレギュラー、よし、綺麗なる1名。はい、単独のレギュラー42回転ですね。これでやっとこさ156分の1まで行きましたね。レギュラーも350切ったぐらいになります。まあ先ほどあの並びの対抗と言っていた55ジャグラー3とハッピージャグラーに関しては、
もうそれぞれ2台ずつやめられているんですが、ゴーゴージャグラー3は、まあ、4体かな、4分の1で左角がかなり良くて、ハッピーも、3分の1で左角がかなりいいといった感じなので、もしかしたら本日は、まあ、今の現状の確率だけで言うと、まあ、単品でジャグラーは全機種入っている可能性もあるんじゃないかなといったところですね。で、まあ、並びはまだ僕の台は、まあ、そんなに良くはないですけども、やっぱり周りがかなり、いいので、並んでるんであれば、まあ、自分が打ってるところかなといったところです。いや、さすがに当たんないっすね、これ2100超えても、まあ、今また400回転はまってるんですけど、あー、やった当たった、うわー、410回転持ちメダルですね、単独のレギュラー。いやー、結構2000超えてもね、収束してきてないんでちょっと心配ですけども、まあ、またここから早めに当たってくれればね、いいかなと思います。まあ、周りの状況でやっぱ打ててはいるんですけどね、やっぱこれだけ当たらないと疑心暗鬼やっぱなっちゃいますね、ちょこ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 、自分のだけ違うんじゃないのとか素直に、まあ、並びだったらそんなことはないんですけど、まあ、ブドウももちろんのことずっと悪いんで、まあ、今のところ、まあ、2000回転見たところだったら、まあ、間違いなく、まあ、5あるんだったら5っていう答えなんですけど、よし、久々綺麗、チェリーレギュラーが2度目ですね。よし、またまた単独のビッグボーナスが29回転、よし、チェリーチョーク26回転ですね。やった、当たりました、489回転、チェリーチョーク。いや、今日はヨーハマ見ますね。あ、目押しミスりましたね、すいません。まあ、現状ですけども、もう間違いなさそうな感じではあるので、だいたい今そうですね、開店からまだ5時間経ってないぐらいなんですけど、まあ、周りも、まあ、僕の台だけは若干とか、まあ、結構合算悪いんですけど、それ以外は軒並みボーナス確率だったりレギュラー確率もいいので、多分大丈夫だと思うんで、正直今ブドウが悪いところを加味して、時間によってもしかしてですよ、追い金とかになったら早めにやめる、まあ、6の数値でブドウが推移してくれるんだったら遅い時間でも追うっていう、まあ、もちろんのこと、まあ、この後当たって持ち玉有利することがいいんですけども、その5かもしれないっていう数値で、まあ、僕が、まあ、終電近くまで打つかっていうよりかは、まあ、若干早めにはやめるんじゃないかなと思うので、まあ、ある程度回した時のその浮動確率とかで考えていきたいかなと思ってます。あ、当たりました、うわー、497回転、総投手が18本チェリーチョーク、うわ、あー、これは武道か、いや、ここはビッグがいい、チェリーレギュラー4回目ですね。16回転単独のレギュラ
まあレギュラー確率は上がりましたね。チェリーレギュラー4回ですし、まあ本当単独のビッグとレギュラーを引けてないてか、まあ特に接点差がほぼない単独のビッグですね、これを引いてない感じなんで、本当になんかまあ最近のこう黒バラはちょっとやれてない、引き負けてるところが多い気がするので、ちょっと今日はねこの後ちゃんとある程度の確率ぐらいまでは、まあプラスにできるぐらいの確率にはねちゃんとビッグを引きたいかなと、てか引けないとまあ厳しいですね。まあブドウは上がってくれるのはめちゃめちゃ嬉しいですけど、よしよしよし、そうなんです、これなんです、これなんです、ボーナスが欲しいです私は。よし、とりあえず持ち玉確保、単独のビッグボーナス90回転ですね。180ゲーム単独、単独のレギュラー149回転、チリチョークのレギュラー5度目ですね。これでレギュラーがまあ約300ぐらいですね。まだまだ足んないんですが、レギュラー確率自体は上がってきてるので、まあこのままビッグ確率もね一緒に上がっていただければなおよしです。おリール指導時ですかね、今7回転、わお単独のレギュラー、まあ、アイムジャグラーっぽくなってきたんで、典型的なこの高設定の負けパターンって、まあ、結局のところビッグいけないなんですけど、ガスさんも今まだ、1ぐらいなんで、もっとねレギュラーがバカスか引いてくれればまだマイナスも少ないんですが、かなりレギュラーは出てきてるんで、まあ、先ほどよりかはちょっといい感じにはなってきますよね。なんだかんだこの当たらなさが慣れてきたんですけど、まあ、ここでメダルが切れちゃうんで、今16時ですね、まだ打てると思うんで現金投資して、まあ、追加投資かしてやっていきます。今現状3800回転ぐらいで9の13 175分の1ですね。ガスはまだ1以下っていう形ですけども、まあレギュラー自体が、まあ、300ぐらいなので、まあ、アイムジャグラーあるあるですよ、もうビッグ引けてない、まあ、レギュラーもちょっと足らないんですけど、まあ、全般的にまあ、ビッグ4回引けてても、まあ、6の数値にはたどり着かないんですが、それでもまあプラスなんでね、実際やっぱ本当ここを引けてないっていうだけなので、まだ時間があるんで回してきます。よし、またちょっとはまりましたが282回転、どうだ、283回転ですね、ビッグボーナスで外押し20本、169回転チェリーチョークですね。チェリーチョークのビッグボーナス持ちメダルギリギリですね。
単独のレギュラー49回転。45回転。単独のビッグ。71回転。チリビッグ。驚いた。157回転。単独のレギュラーボーナス。24回転。チェリーチョークですね。チェリーチョークのレギュラー6回目ですね。ブドウ700個で 6.02 ですね、まあ、ずっと 5.8 には近づかない感じですかね現状、まあ、レギュラーはもう300切っててみたいな感じなんであともう一息なんですけどね、まあ、残り時間でねある程度140はボーナス確率切りたいなと、まあ、できれば130ですけど140切りたいですね、まあ、そこを目標に回してきます。276回転チェリーチョークのビッグボーナス。よしよし、単独のビッグは425ゲーム、もう、持ちメダルギリギリですね。当社20本のまま、800個で 6.56 ですね、まあ、6.5 切ってるぐらいだと思います。1枚掛けあるんで、まあ、やっぱブドウはずっと良くならないんでここまで、まあ、多分、まあ、5かなといったところですね。もう時間もあと打ててもあと2時間なんですけど、もう設定後なので、まあ、予想としては持ちメダルが尽きたら、まあ、追加投資になってしまうので、さすがに機械割と考えたら飲まれやめが一番いいのかなと思いますので、出玉があればある程度の時間までは打とうかなと思います。おい、いいじゃないの。32ゲーム単独のレギュラー。おい、いいぞ。12回転レギュラー、単独のレギュラーですね。ボーナスは今実際、トータルで7回ですね。7回足んない感じですね。5200で158分の1なんですけど、ビッグが5回足んなくてレギュラーが2回足んない感じですね。20の20ぐらいだったら、そうですね、まあ、130ぐらいになるんで、あとは8回か、約8回足んないですね。よしよし、いいよ。帳尻がっていたか。えい、13ゲーム単独のレギュラー。まあこっちじゃねえんだよな。もう今の状態だったらもうもちろんなんですけどね、ビッグが1の確率でもまあ大体20分の1くらいしか離れてないんで気にする必要性はないんですけど、でももう全然、まあ全然とは言わないですけど普通に勝ちですよね。いやー、ここに来てやっぱりビッグに泣かされますね。アイムジャグラーっぽいな。よし、そろそろビッグお願いしたい。うわ、125回転チェリーチョークのレギュラーです。
257回転チェリーチョークのレギュラー。おー嬉しい。44回で今日初めてですね。チェリーチョークのビッグ、いやーもう6時半ですけど今日一番嬉しいですわ。おー214回転単独のレギュラー。98回転チェリーチョークのレギュラー。おお普通に中適当に押してしまいました。112回転112回転単独のレギュラー。はい、ここまで打ってきました M ジャグラーなんですけども、今ですね、時刻が19時を超えてると、あとまあ打てて数十分っていうところと、あとまあ子役の数値がですね、まあ、5ぐらいの値かなっていうところで、一応ですね、963個取りました。自身が多分6000弱回したんですけども 6.1 っていうところで、まあ5でいいかなと思うんですけども、ちなみになんですがレギュラーはですねかなり、最後の方つきまして、まあ前任者の方と合わせて当時だけで合わせて、258分の1と、まあ、ゴロの近似値なんですが、ボーナスが、まあ、ビッグボーナスが8つですね、2000枚以上ちょっと足んなかったといったところなので、まあ、ここはもう引き負けというところなので仕方ないかなと思います。で、まあ、実戦は終了するんですけども、今日のですね並びの箇所、まあ、自分の予想といたしましては3箇所以上あるといったところなんですけども、まあ、あらかた、実戦中に携帯サイト等で、ここら辺なのかなというところを確認してるんですが、改めてですね、その場所を確認した上でエンディング迎えたいと思います。はい、で、自分が打ってたところですね、アイムジャグラー4台とまたいでマイジャグラー、5、2台、こちらになりますね。続いてはですね、途中アイムジャグラーがどうか分かんなかった時に一回怪しいかなと思ったところだったんですけども、こちらですね、バラエティコーナーの幼女戦記から右に6台アリアまでですね、こちらの方が多分大丈夫だと思われます。でちょっと確実性というかここかは分からないんですけども、稼働そして、まあ、出玉等を踏まえるともしかしたらもう一つのバラエティコーナーが、違う島にあるんですけども、それの、あなたの夫ハーデスから右に6台なんじゃないかなと思われます。お疲れ様です。実戦を終了いたしました。本日はですね、過去の傾向から唯一狙える箇所というのが、ジャグラーコーナーかつ、マイジャグラーとアイムジャグラーのまたぎというところで、自分が21番で入って、そのアイムジャグラーのまたぎが、左から3番目ですねが確保できたのでスタートしたわけなんですけども、で、いろいろありましてその左隣に移動して最終まあ、最後まで、稼働させていただいたわけなんですけども、まあ、結果ですね、まあ、先ほどもお伝えした通り、まあ、ビッグが、足らなかったということで、引き負けですねっていう形だったので、まあ、ここに関しては予想も合ってましたし、まあ推定5だと思いますがしっかりと高設定を稼働して期待値を取れたことは良かったかなと思っております。結果なんですけども投資が920枚回収が0枚でマイナスの920枚といった結果になりました。まあ、本日は、高設定で負けてしまいましたが、次回以降もぶれずに、高設定を回していくことが、一番大事だと思ってますので、立ち回りを変えずに頑張っていきたいと思いますので引き続き応援よろしくお願いいたします。本日は最後までお付き合いありがとうございました。
収支管理アプリ Tマネー登場。 Tマネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。